さて今回なんですけれども一つ皆様にあるお題を出させていただきましたそれをここから発表してもらいたいと思います、はい、さあ一体どういうものかと言いますと迷惑にまつわるご自身の、まあ、ここが直したいところまた周囲が治るといいなと思うところ牧本にちなんででございます。 これをそれぞれ書いていただきましたので個人的なことってことですかはいそうでございます個人的に迷惑かけちゃうことそうです,ですよねまあ直せるといいなと直したいなと思ってるところ、はい、これを早速発表していただきたいと思いますではまずは安倍晒夫さんお願いいたしますこれはここ出すんですかはい、はい、僕は集中力がないのと直したいですねうん<ー>ちょっと今いろんなことがこの牧本っていう人と真逆でいろんなことが気になりすぎちゃってちょっと現場でもちょっと NG 出して かけちゃったんですけどもそううういいいのをちょっとと直したすごい三島さん、うんって言って笑ってますけど私、同じ場面の時にね、そうです、そうですたくさん間違えちゃって、気になっちゃって気になっちゃって、すみませんでした、甘噛みをいっぱいしてました、監督にも、なんか悪いもの食べたのかって言われて、ちょっといろいろ集中力なくなっちゃった時があって。もいうことはいろいろやれちゃう器用さもあるってことですよね。 だけどその気になっちゃうところが逆にこう、うん、そっちに集中した時もあるのかもしれないですね、なんかそれをちょっと直したいなと思います、本当芝居に集中すればいいんですけどね、あの違うことに集中しちゃう、<え>どこに集中してるんですかあのそ,そこにいらっしゃったあの喫茶店のシーンだったんですけど、喫茶店の本当のご主人をず見ちゃったんですよ。<laughs> <laughs> 面白かったですちょっとね、代わりな今うも,<の>もこの前にあの安倍さんと二人でロケをさせていただいてたんですよ、うん、ちょっと街を、ね、歩くロケをさせていただいてたら、うんあの、なんかベンチで寝てるおじさんがいたんで、ちょっと酔っ払っているのか、ね、うん、もうロケの最中、ずっとその人が気になっちゃって、そっちばっか見てるんですよ、<laughs> だから本当に集中、そ<う>ね、そうなっちゃうんですねです寝てんのかなと思ったら起きてたんですよ。起きてた <laughs> <laughs> すごい時計見たりしてなんかそっちの気になっちゃう時があるんでちょっと気気をつけたいなと思ってそう<や>、はい、ですよねはい <laughs> ありがとうございますすいませんさでは満島さんいかがでしょうか私は自分のことじゃないんですけど今の安倍さんの話と一緒ですね安倍サダオさんイコール美容 <laughs> もうね<え>あのあれなんですよ現場の撮影中も待ち時間もさっきのあのこのね舞台挨拶の説明の時もあっても ずっと美容の話を最近していらっしゃって、なんかエプソムソルトにはまってるとか、あのいろんなね、美容が気になるお年頃らしく、さっきもね、あの大量の美容グッズもらってました、ね。<笑><笑>水島さんから、嬉そ,そうな顔してましたよね。うどうなりたいんですか。<laughs> もう撮影の待ち時間も二人でベンチ座ってても、いやーね。 美容はどうしてますかとか。<laughs> <のー S 2> 女優さん同士の会話じゃない、ね。そう女優になりたいんですよ。女優になり, <laughs> 女優なりたいんですか。どういうことなの。女優っていいじゃないですか。<laughs> うん綺麗だし。でもお母さんつるつるですよね、うん、本当に。うん、うんえー、美白だし。美白だったんですけどね。まあでもなんかあんまり思ったようにいかないです。<laughs> すいません。<laughs> でも、本当に。でも、楽しいです。あ,すあの、女子、女子会みたいな感じで。あのぜ、ぜ。<laughs> 人で。でぜひ、桜木町の方で、よろしくお願いします。はい、<laughs> はい、ありがとうございます。さあ、続きまして、では、宇崎竜童さん、お願いいたします。宇崎さん。宇崎さん。瞬間。記憶喪失。<laughs> 瞬間。記憶喪失。<laughs> <laughs> 瞬間的に、記憶喪失してしまう。 今も尾崎さんと呼ばれてましたけどあ、まあ、っ本当はあのあのコロナでねうち、はい、にいる時間が多かったじゃないですか、はい、なんか手伝わなきゃいけないなと思って何でも言ってって言ってですね<え>で、まあ、風呂のガスぐらいはつけられるだろうってうででお風呂つけてきてくれるって言われてで風呂が2階にあるんです。はい、2> 2階上がってったら 猫がね、匹すりすりてしたんですよ。はい、それで、えー、っと、<laughs> それから30分して、はい、嫁がすっぱだかになって <laughs> <laughs> 風呂に <laughs> 足を入れたら冷たかったらしいんですよ。<laughs> 自分ではおしたつもりでいるんですけどおしてなかったみたいなんですねそれしょうがないです猫が悪いですよえしょうがない猫がだってスーッて行ったんですもんだってねスーパーに買い物に夜中ねコンビニにとああれ買ってきて一つ言われるんですそれ買って来れるんですよでもあれ買ってきてって言われたら例えば食パンだとするじゃないですか と自分の中でああの瞬間接着剤も買わなきゃいけないなと思うじゃないですか。思、はい、うじゃないですか。それで約 100m ーー下に、はい、坂の下にスーパーがあるんですよ。はいはい、そこへ入った瞬間に何しに来たんだっけっ <laughs> やばいですね。これは、治んない。治したいけど、治んないすね。ちょっと。すみません、長々と。いやいやいや。頼み事をしない方がいいってことですね。きっとね。みんな気遣い出しちゃってるじゃないですか。大丈夫。ありがとうございます。